ハリマ国、ハリマの国は日本の地方行政区分である両政国の一つ、山陽道に属する。木簡ではハリマ国、ハタアサ国と表記しているものもある。ハという漢字をンと読むのは番州、またはその省略型に限られており、本来の音読みはハである、派種、電波など、明治維新の直前の領域は現在以下のようになっている。 現在の神戸市域においては、須磨区を境に、東部、長田区、兵庫区、中央区、灘区、東灘区の全域及び、須磨区、北区のそれぞれ大部分が、津区に、西部、垂水区、西区のそれぞれ全域と、北区、須磨区のそれぞれ一部が、張馬国であった。兵庫県神戸市垂水区、西区、姫路市、明石市、相生市、加古川市、 三木市、高砂市、小野市、加西市、市総市、辰野市、西脇市、加藤市、高郡、加古郡、神崎郡、伊保郡、阿光郡。兵庫県神戸市須磨区、神の谷、北落合三丁目、北落合四丁目、菅野台、西落合、龍が第二丁目、龍が第三丁目、龍が第四丁目、龍が第,第五丁目、緑台、八坂台、 北区、大御町大御、大御町、勝尾川町、北総大御町、北端、大御町、木津、大御町、雪原、大御町、神田、大御町、中山、大御町、野瀬、大御町、萩原、大御町、東端、大御町、新影、大御町、南総、赤牛市、備前国、信部を除く、阿賀市、小野町、由美、育野町、川尻、育野町、栃原、 左用軍、三正下国の部分を除く、東海地域の2010年国勢調査による人口は230万4449人、男11万3494人、女119万955人、世帯数は86万8208世帯、面積は 3649.75km、人口密度は631.4人、km。 7世紀に成立した。ハリマ国、カコガー勢、跡、アカシ国、アカシ軍、ミノオ軍、カコ軍、イナミ軍、ハリアイガモ国、カコガー中流上流が、大化の改新以降に、ハリマ国、ハリマ国へ編入されたと推定されている。アスカエ遺跡や藤原具跡などからの出土木管の中に、鹿間軍を、鹿間兵、思想軍を、思想兵,兵、神崎軍を、 新前表、伊母群を、粒表と記しているものがある。群生の前には、表里製の地方行政区画が行われていたことを示すものである。七世紀の終わり頃、ハリマ国の長官を、キビダザイ、キビをおみこと持ちとか、ハリマ国祭、御コと持ちと、ハリマ国風土記に記されている。この紀の地方長官は、複数国以上を統括するダザイ。 僧侶が任命された。713年、和道6年に編まれた風土記のうち、現在にまで文献が残る5カ国の一つでもある、張馬国風土記を参照。江戸時代には、山崎藩、安志藩、三日月藩、林田藩、三草藩、草藩辰野藩、小野藩、姫路藩、赤藩、赤市藩、福本藩、新宮藩、姫路新殿藩、 平福藩が置かれた。張間国府は和名城によれば鹿間郡にあった。姫路市中心部にある本町遺跡、姫路市本町を国画跡とする説が有力視されており、同地からは2015年、平成27年にも奈良時代の大量の瓦建物の柱跡が発見されている。演技式内社総者、一宮以下守護所は、 鎌倉時代は、加古川市加古川町の加古川城に、室町時代は、赤松市によって、姫路市祖左、諸社の諸社坂本城に置かれ、また、張馬、美前、三正かを滑るために立つの市新宮町の小しべの館に、森館を置いていた。下記の乱で、前期赤松市が滅亡し、応仁の乱で、張馬守護に復帰後は、姫路市夢崎町の岸尾城に居城を移した。 はじめの文明は、演技式による。武田信玄も好んで愛読したと言われる、一国鬼には、針馬の風俗寺ありて、義理を縁、親は子をたばかり、子は親を出し抜き、主は悲観に領地を、先駆与えて好き人を掘りし出した人志し、また悲観となる人は主に方向を禁ることを、第二に、しかも、長儀を無し処置を取らんと思い、しっかり盗賊の振る舞いなり、侍は、 なかなか不幸不休是非なり、若き侍の風上にも顔け国風にあらず、ひとえに是国は、上古よりジョコの風俗ついにしばらくも善に定まること、なしと番修人は、悪賢いというような書物がある。一国旗での番修人の基準は、番修人である、赤松のりむら、縁や赤松光助など実際に謀反を起こした、赤松しかと思われる。 天正期での晩州人の基準は、晩州人である、別所吉地か、別所市、黒田吉高、赤浪氏、大石吉岡と思われる。例に、赤浪氏のことが描かれている場面もある。自治体名は流域。現在でも、針馬、晩州は、兵庫県南西部を指す、地域名として用いられるが、神戸市は含まない。東番、東番イコール東針馬、西派。 西番、イコール西ハリマ、北番、北番イコール北、波リマ、中葉、中番、イコール中ハリマというような使い方も日常的になされる。明確な定義はないが、区分は概ね以下のようになる。西ハリマのうち、姫路市と神崎郡を中ハリマ、中葉イコール中番とすることもある。通常は、神戸市垂水区、西区、北区大五町。 スマクスマニュータウン西部を、番州、東ンとは呼ばない。リマ地区内で以下のように細分化されている。北番丹波は丹波国の部分にもかかっている。また、兵庫丹波はすべて北番丹波に含まれる。地震情報では、リマ南東部、北番丹波を、兵庫県南東部、リマ南西部、リマ北西部を、兵庫県南西部として発表している。米の産地として、 越前国と一派に越、一番に越と称された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。